のじま。株式会社のじま、栄野のじまコーポレーションは、神奈川県横浜市に本社を置く家電量販店の企業、ケースホールディングスに次ぐ業界5位。組織形態は、指名委員会等設置会社。店内アナウンスやチラシ広告では、デジタル専門店、のじま、デジタルネットワークのじま等といったキャッチフレーズを採用しており、 デジタルオーディオやパソコン、携帯電話を積極的に扱っている。また、携帯電話については、専門店業態も展開しており、複数キャリア取扱い店の他にキャリアショップも展開している。首都圏を中心に出店しており、2017年度の連結売上高は5000億円を超え、日本の家電量販店では5位となっている。中期経営計画では2020年に、 売上高1兆円、業界内2位を目指している。ジャスダック証券取引所に上場した後2016年からは、東京証券取引所に上場しているが、主要株式の約3割を社長及び、社長の資産管理会社である、野島博志有限会社、及び創業者一族である野島家で、個人所有しており、実質的に同族経営を行っている。2007年に、 神殿を九州合併しており、マデンの創業者一族もの島のお株主として名を連ねている。なお、実定、野島高久は PC デポコーポレーションの代表取締役であり、資産管理会社 TN ホールディングスがの島の主要株主に名を連ねているが、PC デポとの法人間においては、直接的な資本関係や提携関係はない。 マデンとのジマが合併した際に、かつてマデンの筆頭株主だったラオックスが一時のジマ株を所有していた。2009年2月には、経営の悪化したラオックスの郊外型店舗の一部を、同社の会社分により新設された株式会社のジマ関東、過小を子会社化する形で譲り受けることで、基本合意したが、具体的譲渡方法で合意できず、3月末に合意を破棄した。代わりに、 ラオックスの従業員、約200人を受け入れることになり、ラオックスが閉店する郊外型店舗の一部で、旧ラオックス従業員が主体となっての島が、犬き出店することとなり、2009年5月から2010年9月にかけて、ラオックスの10店舗がの島に転換された。2008年春以降、両社が店舗再編を行う過程においては閉店後のアフターケアを、 両者総合間で実施している嘘がある。その後2009年12月に発表されたの島のコーポレートガバナンスで発表されたオカブ主、一覧からラオックスが消えている。2016年4月現在、神奈川県56店舗、東京都38店舗、埼玉県30店舗、千葉県22店舗、茨城県5店舗、静岡県20店舗、山梨県5店舗、 長野県1店舗、新潟県10店舗、愛知県1店舗の計188店舗と愛媛県7店舗、フランチャイズ1店舗、香川県12店舗、フランチャイズ1店舗、高知県4店舗、フランチャイズ1店舗、島根県3店舗、鳥取県3店舗の計29店舗を日本国外ではカンボジアに展開する。以下のような業態に区分できる。ヨドバシカメラの ゴールドポイントカード、バーコード式。1989年4月導入に続いて、1993年に家電量販店では2番目に、郊外型店舗では初めて、ポイントサービスを導入した。2012年11月現在の時点で、発行しているポイントカードの名称は、野島スーパーポイントカード、時期式、データ印字型。 標準的な還元率は3%から5%で、商品によっては高い設定のものもある。また、来店ポイント数が割増しになる企画を不定期で行っている。クレジットカード、電子マネーを決済手段として使用すると還元率が一律2%下がるが、一部店舗の店頭には来店ポイントが付与されるポイントゲッターが設置されている。 2009年11月までは1日複数回のポイント付与が可能だったが、同年12月以降は同業他社と同様、全店で1日1回のポイント付与となった。さらに2012年11月から、来店ポイントはの島のモバイルサイトの会員限定サービスに転換され、ポイントゲッターでの付与方式も、時期カードから携帯電話もしくはスマートフォンで表示した。 QR コードを読み取る方式に変更された。また現在、来店ポイントの付与については、全店舗でポイントゲッター廃止に伴いスタッフによる BYOD 端末からの付与となっている。2014年に、時期カードは、モバイル会員への移行に伴い廃止になっており、現在は、モバイルサイトや、スマートフォンアプリからポイント機能が利用が可能である。 2016年10月12日より D ポイントが利用可能になり D ポイントカードの提示でポイントを貯めたり使用することができる。さらに D カードの決済ではポイント2%と3%ネービッキ5%の得になる。なお、野島スーパーポイントも提示すれば付与される。D ポイントの利用はモバイル会員限定となっている。IC チップ型のクレジットカードに いち早く対応している。エディや ID などといった電子マネーによる決済も積極的に導入していたが2011年に電子マネーの取り扱いを終了させている。ただし、モールやショッピングセンターなどにテナント出店している一部店舗については指定された電子マネーは引き続き使用可能である。エポスカード発行によるノジマエポスカードが発行されている。 サービス内容は、エポスカードとほぼ同じサービス、特典内容になっている。2010年からイメージキャラクターとして、コンサル君を起用している。2008年以降、横浜を拠点とするスポーツチームに、スポンサーとして参加している。2008年に、プロ野球の横浜ベイスターズ、現、横浜 DNA ベイスターズと3年間の、ユニフォームスポンサー契約を交わした。 ユニフォーム集部に、野島のロゴが検出される。同球団に関しては2010年のシーズンオフに、重生活グループ、現、リクシルグループと、本拠地移転を含めた見売り話が表面化した際に、地元神奈川の企業として、地元残留を前提に、球団の買収を申し入れるなどの行動を起こしているが、実現には至っていない。逆に、同社の財務状況からして、買収に、 現実味はなく、売名行為と見られても仕方がないとの懸念を示す、報道も見られる。なお、横浜 DNA ベイスターズとなった2012年シーズンについても引き続き、ユニフォームスポンサーとなることが発表されている。2008年は、J リーグの横浜 FC とも1年間のユニフォームスポンサー契約を結び、ベイスターズ同様集部に、野島のロゴが掲出されたが、こちらは1年のみで、 契約満了としている。2011年からは3年契約で、アメリカンフットボール X リーグの相模原ライズと命名権契約を結び、新チーム名を野島相模原ライズとすることを発表している。企業がチーム名の命名権を取得する事例は、アメリカンフットボールでは初めて、他のスポーツを見渡してもリンクとチニーブレックス、バスケットボール、 経営コンサルティング会社のリンクモチベーションが命名権を取得がある程度。なお、当初期限だった2014年以降も契約を継続している。2011年12月12日、女子サッカーチーム、野島ステラ神奈川を設立し、日本女子サッカーリーグ、なでしこリーグへの参入を目指すことを発表した。たる新規チームのため、年は、 最下部リーグとなる神奈川県三部リーグからスタートしたが、同年の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会間投予選で準優勝したことで本大会の出権を得られたため、2012年のチャレンジリーグ参入決定戦への参加資格を獲得、これを勝ち抜いたことにより、設立2年目でのチャレンジリーグ昇格を果たした。2014年シーズンからは、相模原の地名を復帰し、 野島ステラ神奈川相模原のチーム名としている。2018から2019年シーズンの卓球のリーグ T リーグのタイトルスポンサー契約を結ぶ。2015年3月現在以下の関連会社が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。